ジョン・ギルバート・ベーカージョン・ギルバート・ベーカーは、イギリスの植物学者である。ヨークシャー州のギズボローで、衣類や食品の商店主の息子に生まれた。14歳で、クエーカー教徒の学校を卒業すると、家族の仕事を手伝った。12歳の頃から、植物採集を始め、1849年に、植物学雑誌ザ・ファイト・ラジストに短い記事を書いた。1854年には、 ジョン・ノーウェルと共に1940年にヘンリー・ベインズが出版したヨークシャーの植物の増補改定を行った。ロンドン植物学会が植物交換会の開催を中止したとき、ベーカーは所属するサークス博物協会が交換会開催の継続を主張し、1859年からサークス植物交換クラブの事務長、学芸員となった。本格的な著作として、 ノース・ヨークシャー、スタディーズ・オブ・イッツ・ボタニー、ジオロジー、クライメート・アンド・フィジカル・ジオグラフィーを1863年に出版した。1864年に、火事で標本などを失うが、同年、雑誌・ザ・ナチュラリストに、イギリスのバラに関するレビューを執筆した。その後も、ジャーナル・オブ・ボタニー、ブリティッシュ・アンド・フォーリンなどに論文を執筆した。 1866年から1890年の間、王立植物園の栽培園の助手などで働いた後、学芸員になり、1899年まで続けた。1866年に、ロンドンリンネ協会の会員となり、二度、副会長を務めた。1899年には、ンネメダルを受賞した。1878年に、王立協会のフェローに選ばれた。 1907年にビクトリアメダルを受訓した。1919年にヤドリニカのバケララ族などに懸命されている。息子のエドモンド・ギルバート・ベーカーも植物学者となった。ベーカーは植物の学名で命名者を示す場合にジョン・ギルバート・ベーカーを示すのに使われる。ありがとうございます。